エスタディオオリンピコメトロポリターノは、ホンジュラスのサンペドロスウラにある多目的スタジアムである。主にサッカーの試合に利用されているほか、陸上競技にも使用されている。収容人数は4万5000人であるが、サッカーホンジュラス代表の公式試合では安全のため、収容人数が3万9500人に制限されている。スタジアムは1997年、 中央アメリカオリンピック選考会のために建設された。このスタジアムはヘロニモサンドバルにより建設された。彼はサンペドロスーラで開催された1997年中央アメリカオリンピック選考会の実行委員長であり多くの論争を巻き起こした。大会後、スタジアムはエスタディオティブルシオカリアス・アンディーノを抜いて国内最大のスタジアムとなった。 1998FIFA ワールドカップ予選よりエスタディオナシオナルと共にサッカーホンジュラス代表のホームスタジアムとして使用されている。サンペドロスーラの前市長であったオスカル・キルゴールは辞職する以前サッカーホンジュラス代表監督でありホンジュラス代表を FIFA フフワールドカップ本大会へと導いたホセデラ・パスエレーラの名前にスタジアム名を変更しようとした。 この運動は CD マラトンから強い反対が表明され計画はとんざした。ありがとうございます。